ザ・ドゥーリーズは、イギリスで1970年代後半から80年代にかけて活躍したポップコーラスグループ。メンバーは、ドゥーリー家の6人兄弟に、ボブ・ウォルシュ、アラン・ボーガーンが加わった、女性3人、男性5人の、計8人で活動していた。日本でも、女性ポップグループブームやその後のディスコブームに乗って、ノーランズ、アラベスク、 アバなどと並ぶほど知名度を上げ、ウォンテッド、アイスパイなどがヒットチャート入りを果たした。特に1979年に発売されたシングル、ウォンテッドはオリコン総合シングルチャート12位、50万枚のセールスを記録。オリコン洋楽シングルチャートでは1979年10月15日付から10週連続1位を獲得した。 1980年に開催された第9回、東京音楽祭では、ボディランゲージが金賞を受賞した。なお、現在でも当時のメンバーのうち、アン、ヘレン、ボブは現在でも南アフリカ共和国で、シラーズというバンドのメンバーとして、活動を続けている。ありがとうございます。